はい、こんにちは、会長です。本日はですね、メイドインアビスコラボのカード3枚ね、使っていきたいと思います。昨日はね、ボーンドルドの初見プレイやっていったんですけど、まあ、今回はね、まあ、新効果カードがたくさんあるんで、ちょっとね、1枚ずつ使ってって、まあどんなもんかなっていう、話していければいいかなって思ってるんですけど、おっと、はい、ナイス。これリエリーね。そっちに HS するか。了解。で、最初はね、あの回復使っていきます。はい、オッケー。はい、やれるんだ。レンジ、これ回復上げる。うん、これも回復上げる。みんなにね、回復を付与していく。これが強い。やっぱ機動力あるキルスプとか、あとなんだろう、ペアで一緒に動くキャラとか、結構ね、いいんじゃないかなって思います。だいぶね、賛否あって、まあ強いっていう人と、まあ、弱いっていう人結構いるんで、まあちょっと評価がどっちに分かれていくか楽しみですよね。これ回復あげよう。近づいて。OK。これでね、味方 100% 回復するのずるすぎない ?4K 強すぎだろ、マジで。4K 強すぎだろ。うん。はい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 。大レンジ当てて、 D 当てて、いいんじゃないの。あー、素晴らしい。レオンで味方全員回復してるんで大丈夫。 OKOK、 なかなかいいね。うん、まあさすがに4かがいいキャラとかいるんで、なんかあんまりゴリゴリ超至近距離対面しないヒーローとかだったらいいのかもしれない。まあ、個人的に新総国の淳とか、なんか芥川が回復抜けるんで、まあもともと入ってないんだけど、なんかちょうどいい感じにマッチするカードになるんじゃないかなって思ったりしてるんですけど、どうなんですかね。はい、サイレンジ、これ HS 打ってみよっかな。どん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 、うん、ナイス、素晴らしい。いや、めっちゃ良かったね。なんか味方のね、ちょっとね、あ、足らない回復付与してあげたみたいな、そんな感じがして、個人的にはね、結構、うん、強くはあると思う。まあ、間違いなく弱いってことはね、ないと思います。まあ、僕が持続回復、まあ、慣れてるし、無発動じゃない回復、まあ、慣れてるから、なんか評価が高いっていうのも、まあ、もしかしたらあるかもしれない。結構ね、まあ、桜いっぱい使ってる人とかは、うわー、単発動かみたいな感じになってる人も結構いそう。はい、2戦目はドルキエ連撃使っていきます。名前ちょっとね、よく読んでないせいで、正式名称わかんないんですけど、まあそのうちにね、呼び方はコロコロ変わってきそう、僕の中でね。はい、で、チュンリーで使っていくんですけど、まあ硬くなるんで、結構その差し込む感じじゃなくて、もう起点として強気に、4か強すぎだろ。起点として最初にドルキエ連撃切って、硬くなっといて、なんか旅路とか生徒会とか打ってみたりとかっていう使い方でね、前線ブイブイ言わせる感じのチュンリーとかアスナとか結構強いんじゃないかなって思って、今ねやってみてます。貯めますか。あ、ポロロッチョ行ってくれたんで、これ詰めます。はい、
あとは多分連撃入れてくれるっしょ。あ、無理。あ、トランクついちゃった。トマス強っ。あ、キリトがカバー行ってトマスが C 来たんか。なるほどね。まあしょうがないね。でも起点作りとしては結構頑張ってくれたんで、あ、そのまま行ってるんで、これ行きましょうか。連撃も上がるんで。いや、4か。オッケー。素晴らしい。あらー、無前転ずる。トマトさんや、知り合いだった。ナイス、止めていきましょうか。これ HS 溜まれば、まあトマス HS とか合わせられるし、なかなかいけそう。ボンドルドが何かに合わせて HS で倒してくれたらだいぶ熱いんだけど。お、天才か。3立てしてんだけど。有限実行してる。有限実行って俺が言ってるだけなんだけどさ。でもなんか連撃終わった後も若干ドル気残るんで、それはねちょっと強いんじゃないかなと思ってる。まあでも生徒会とかね、これもう一回トランクなくなる、なくなるね。これやってくれるか。あー、まあさすがに貫通連撃はあれっすね。まあドルギー意味ないっすね。うん、まあでもさすがに旅路とか生徒会の方が強いよね。ダメージ生徒会の方が高いよな。まあクールがねそもそも違いすぎるんで、18と36だっけ。うん、まあ弱くはないんだけど、なんか他の連撃が強すぎて、まあ、優先的に入るキャラは少なそうな感じはしてます。まあもちろんね、使えるキャラは全然いると思う。弱くはないと思うんで。はい、ラストはルチアノやっていきます。エボリリですね。なんかホロロッチめっちゃいるんだけど、なんか人気で、マジでエボリリだね。効果はエボリリだよな。まあ無属性、 UR 初の無属性っていうのと、あとステータスが攻撃結構高くて、まあ、体力ちょいちょいあって、うん、まあ、無前転だよね。まあこれは全然貯めますけどね。はい、で防御がゼロっていう、まあ防御ゼロなんで、うん、あるで使いたい気持ちはねあったんですけど、まあガンナーもありかな。ルチアーノとか、まあ、あと他のあんま対面しないガンナーだったら防御ゼロでも強いと思うんで。はい、固くよくないけ。でちょっと歩くのめんどくさいんで触らせていただきます。はい、うわー、まさかの硬直を狩られていく。お、耐えてる。はい、貫通だったら怖いんで一旦引いて、うーん、貯めましょう。これ今から行ったらセイバーが復帰しちゃうんで、だったら押せ貯めた方が良さそう。なんか11秒ぐらいでエボリリもあんでやばいよな。まあただルチアノがすごいだけなんですけど。硬すぎ。オッケー、やれる。うん、エボリリ、これ回復上げて
ラスト回復だよ。はい、エボリリー。全然浅瀬長すぎ。はい、まあさすがに勝ちかな。いや、素晴らしい要素ですね。はい、うわー、ナイス。いや、マジでクール短い。楽しいだろこれのウルチアーノ、やばいやばい、もう上がってる。うん、なんかね、まあ、体力防御が化け物な無属性 UR が出たら結構耐久とかで強そう。とりあえず無属性で受けてみたいなできるしね。はい、まあそんな感じで、新効果カードとかね、もろもろ使っていったんですけど、まあざっとね、使ってみた感じだと、まあ回復はね、個人的にはかなり好き。うん、まあさすがに4課の方が強いんで、はい、まあそこはね当たり前なんですけど、でも性能はねめっちゃ好きです。で、まあ、普通にね強いと思う。弱いってことはね絶対にないと思ってます。で、連撃、ドルケ連撃の方は、まあ、これもね、連撃打った後ちょっとドルケ残るんで、まあ、打ってる最中だけじゃなくて、硬直もね、カバーしてくれるっていうのがかなりいいのかなって思ってます。まあ、チュンリーの硬直が短いっていうのもあるんで、他の、まあ、でも連撃適性があるヒーローは、まあ、割とみんな硬直短いと思うから、まあ、明けまでは多分大丈夫だと思う。っていうのが結構ね、いいと思ってますが、まあやっぱりね、旅路とか生徒会とかが強いんで、まあクールの重さとか考えると、うん、まあ優先度は割と低めになってくるのかなって思います。まあ突ってるんだったら使うとか、なんかそんな感じのイメージな気がする。まああとはね、ヒーローによってとかだね。うん、まあ汎用性の高さはさすがに生徒会ではね。で、ラストね、エボリリなんですけど、これはまあちょっとあるではまだ使ってないんで、ちょっと防御ゼロなんで、そこ試していきたいっていうのと、うん、まあ無属性だから、無属性ね弱点食らわないんで、まあそこをねうまくつけるヒーローというか立ち回りができればいいなって思うんですけど、うん、まあでも初戦エボリリなんで、個人的にこの中だったら一番評価低めかな。まあこっからその無属性 UR がたくさん出てったらね、まあ、そっちに行きたいですね。まあ、まずはなんか様子見のエボリリっていう、なんかそんなイメージある。まあ、もしかしたら、なんかサイレント環境が来たらね、最強になるかもしんないけど。また米炊けた。なんか2日連続じゃない俺。怖っ。はい、まあ、そんな感じでありがとうございました。